とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー攻略やっていきましょう。今日は21階から30階までです。今回やってるのが、ゴーレムで戦っていくっていう召喚ビルドですけども、ゴーレムのレベルが85、若干低くなってきます。ゴーレムのパワーが、上がるまでの間は結構厳しいですけども、このまま頑張っていきましょう。では、ゴーレムを更新して、忘れずにね、行きましょう。ゴーレム更新しないと、HP が厳しくなるので、注意してくださいね。基本的には、ゴーレムに、任せて戦っていくっていうスタイルです。で、近接よりも矢で攻撃していった方がこの辺からは全然安全なので矢を使っていきましょう。多分この辺に来るまでに100本以上はまあ持ってるかと思いますんで、極力まあ最初の方ではね、矢を温存していった方がいいですかね。まあ危なくなったらどんどん使っていいですけどね。でも今回は矢を基本的に使わない編成で、この21階まで来てるので、まあ、その感じでいきましょう。はい、ゴーレムもまあまあまだね、 HP 半分ぐらいで耐えれるので大丈夫ですね。クリアです。でここ報酬まだいりません。なしです。あー、ゴーレムの HP 更新してない。ゴーレムの HP はね、しっかり更新しましょうね。で、ここ、一番最後まで使っていくスケールメール。これを金細工職人に出しちゃいましょう。あとはね、途中で変えるので、つけるともったいないです。パワーはね、2しか上がらないんですけども、特殊能力が1個つくので、いいですね。アクロバットか。いらねえな。まあいいや。2上がっただけでも、HP が500ぐらい違ってくるんで、だいぶ助かってます。で、今回、ゴーレムの HP 更新してません。ちゃんとしましょうね。ちゃんとしないと、マジできついんで。で、ここは、敵が結構きついです。赤い、このね、登山のやつが出てくるんで、こいつらがね、かなり厳しい。なんで、うまいこと、ドラと弓を使って攻略していってください。まあ、基本弓をね、たくさん使っていっていいです。そうするとかなり安全にいけるのでおすすめですね。で、弓には、テンポセットが入っているので、うまいこと足止めも可能です。ダメージを受けることなく倒していってください。で、まあ最後のねボス戦で矢は少し使います。少しじゃないな、30本ぐらい使うかな。なのでそれぐらいは取っておきたいので、まあある程度矢で倒して、で、ある程度はゴーレムに任せていくような形でいいです。で、ここ、また両刃斧だね。俺はよ、どうしてもね、両刃斧が好きなんだ。変えます。攻撃力が、やっぱり少しでも上がった方がいいので、変えていってください。で、エンチャントだけども、旋風ですね。旋風だけ入れていてください。あとは別にいりません。他のをね、入れようかと思ってたんだけども、別にね、そこまでね、重要じゃない。いけ。ここはね、ゴーレムに任せて、行ってください。ゴーレム、お前、ちゃんと動いて。ここはね、敵が反対位置に多いので、もうゴーレムに、ゴリゴリやってもらった方が安全です。おー、ナイス。で、ここで向こう岸に渡るんだけども、俺はこっち側から行った方が安全かと思います。あ、これゴーレムがね、下に落ちちゃうことあるんだよな。落ちるなよ。お、危ねえ。OK, OK, とりあえず召喚して落ちないようにしとこう。落ちんなよ、ゴーレム。よし、OK, 行け。暴れてくれ。暴れないのかい、お前は。
暴れてくれないな、あんまり。うまいこと暴れてくれればね、いい感じなんだけども。よし、じゃあそのまんま行くぞ、ゴーレム。あ、やばい、やられるでもやられても大丈夫です。基本矢を使って倒していけば安全に行けますので。よし、終わりでーす。ではちょっと厳しい戦いになった人も、ゴーレムがこの次の次かなで更新されるので、そこからは楽です。あと一回耐えましょう。ここ何もいりません。ここが、山場だね。結構厳しいです。結構厳しい。で、エンチャントはこんな感じで来てるんだけども、弱体化。3にしてください。ちょっとでもダメージを減らさないと厳しいですよ。では、基本的に、この入り口の近くで戦っていきます。ゴーレムを召喚して、ゴーレムにタゲを取らせて、で、自分は後ろの方から矢を撃って戦っていきます。ここがね、結構山場です。きつい。でも、なんとかこのレベルの低いゴーレムも頑張ってくれるので、自分は基本後ろから戦うようにしてください。ああ、まあまあ想定内。こんな感じにはなるよね。よし。風使い結構うっといです。風使い結構うっとい。よし、オッケー、もうちょい。なので、風使いをね、できれば最初に倒しておきたい。オッケー。風使いさえ倒しておけば、あとは、動きながら攻撃していくだけで大丈夫。オッケー。まあ、ここまで倒してしまえば、あとは楽ですね。このゴーレムは、多分ね、この上に、毎回引っかかるので、毎回こんな感じじゃないかな。うん。動いてこっちまで来られたら、ちょっとやばいんだけども、まあまあ、今のところそんなことはないので、多分毎回、あそこに引っかかってくれるんでしょう。で、上に敵、結構います。上に行く頃には、ゴーレムが回復してると思うので、ゴーレムちゃんを出して、行きましょう。またさっきと同じく自分は後ろから支援する形で、基本的にはゴーレムに全部任せちゃってください。パワーはね、だいぶもう厳しくなってるんだけども、まだまだいけます。頑張れるよゴーレム。あと1体か。おしまい。で、ここまで来たらもうこのゴーレムはお疲れ様ということで、新しく変えましょう。ようやくだよ。パワーと HP が全然変わりますんで、ここからは楽です。まあ、25回、その辺が結構山場になると思うんで、まあ、注意していってください。で、ユニーク職人スケールメイル上げましょう。ハイランドアーマーいいね。112、こんだけ HP があればだいぶいいです。で、ここ。まあ、特に問題ないですね。強化されたゴーレムを出していけば、まあ、特に問題なく倒していけると思います。まあ、まあ、一番最後に出てくる槍使いのやつ。あいつらがちょっと、まあ、めんどくさいかなぐらいで、まあ、そんなに問題なくいけると思います。OK。今回いい感じで。パワーポーション出てきてくれたな。よっしゃ。よし。オッケー。いてくれ。いいね。毒の雲。いいね。いいエンチャ出てきてくれた。はい。27回。まあ問題ないと思います。んで、ここ。矢を変えます。弓か。デュアルクロスボウ。ですね。このデュアルクロスボウがボス戦でものすごく重要になるので、必ずゲットしておいてください。あー、で、ちゃんとゴーレムの HP は更新するようにね、今忘れたんですけど。で、エンチャント、入れていきましょう。がっつり入れます。まず、クリティカル、
3で重力だね。で残りは追い打ち、これで大丈夫です。なんかバグでエンチャントポイントが減ったりとかするときがあるんだけども、今回はいい感じでしたね。まあこのクリティカル追い打ち重力重要です。入れるようにしてください。これ真ん中で戦ってください。とにかく真ん中で、自分はあんまりね直接的に敵と戦わない方がいいですね。ここの敵結構強いので基本的には、ゴーレムに任せる感じで、でクリーパーが急に出てくるのよ。なのでクリーパーには注意が必要です。 OK、 やばいな、若干やられそうか。ゴーレムがなんか、あー、くっそ、こうなるとちょっと厳しい。あぶねあぶね、ゴーレムがねちょっと動きすぎて罠を踏みまくったっぽいね。あんな減ることないもん。まあまあそうなった時も焦らず落ち着いて、まあ矢を使っていけば大丈夫です。クリティカルが入ったデュアルクロスボウはマジで強いのでいけます。まあここまで矢はねある程度は持ち越した方がいいですかね。では何も取らずに29回です。ここも最後だね。ゴーレムにしっかりと働いてもらいましょう。ここら辺にネクロマンサー出てくるんで、ネクロをよしゴーレムにやってもらいましょうね。基本ほんとここはゴーレムが大暴れしてくれるんで問題なくいけると思います。あーやばいやばい、クリーパー来るとちょっとまずいな。うまいことねゴーレムが起爆してくれることも多々あるんですけども、今回はあんまり動いてくれてない。きた、お、いいね、矢が出てくれた。もう一匹クリーパーがいたんかい。よし、おお、いいね、矢がめちゃくちゃ出る。ということはもう矢をどんどん使っていっていいんだ。ちょっとゴーレムお前全然動けてないよ。こういうこともよくあるよね。はい、まあここクリーパー若干注意かもしれないですけども、まあゴーレムこれ強化されてるんで問題ないです。はい、でここボーンクラブ、まあ一応ね保険に持って行ってください。別に必要ではないんですけども、ボーンクラブ一応持って行ってください。でエンチャントクリティカル重力これだけ入れてれば大丈夫です。あーゴーレムの HP 更新してない。いや出た瞬間に、ドラを使って一気に一匹削りましょう。でこの雷のところにいるとボロダメージ受けてしまうので、あのサークルの外にしっかりと出るようにしてください。雷来るとマジで死にますんで。はい終わり。基本的には最初で、1体倒しきるっていうのがベストなんですけども、まあ、うまくいかなくても離れて、弓を打っておくだけで大丈夫です。重力がついてるのでその場に、貼り付けにすることができます。うん、それでガシガシ削っていってください。まあ、余裕で勝てると思いますよ。ではクリアです。最後見てみましょう、何が出るかな。いいのが来てくれればいいけど。おー、雲クールダウンなし。ダメだね、ダメです。はい、ということで今日は21回から30回までの攻略をやってみました。行ってみてくださいね。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。